懲りない黒幕だ。噂を助長する吸血鬼を形取るのはいいが、私はいささか凶暴だぞ。何しろ吸血より暴食が本質だからな。それでも構わんというのなら注文には応えよう。お前の望む通り、力あるもの全てを飲み込む獣として、この夜は蹂躙しようではないか。よう、混沌の旦那。物騒な連中が近づいてきやがったと思いきや、まさかあんたまで出てくるとはね。なかなかやるじゃないか、あのお嬢さんも。前回もいささか品格が落ちていたが、今回はその極みだな、ミハイル。大天使の名も落ちたものだ。よもや貴様に旦那呼ばわりされる日が来ようとは。は、何、ちょっとした気晴らしだよ。せっかくの転生だ。その器にあった物言いもおつなものだぜ。そうか、私も貴様も自我を失っていくのは同じ。こちらは混沌と同化することで意識が溶け、そちらは転生を繰り返すことで意識が混濁していく。言葉を交わすのもこれが最後かもしれんな。ああ、あんたと創生の土を完成させた時は楽しかった。もう一度ぐらい共同研究とやらに没頭したい気分ではあるが。器から生じる破壊衝動を抑えられんか。気に病む必要はない。こちらも腹が減っているところだ。吸血鬼として当然のように潰し合おう。わきまえろ吸血鬼。貴様の役割は異能者たちの間引きだ。ヘルメスに近づくことは許さない。さて、その役割とやらを果たしに来たのだが、外の獲物は全て片付け、残る獲物は貴様、その奥にいる者だけ。私の聞き間違いか。手駒不全、飼い主の手を噛む。いや、あくまで契約通りだよ、聖堂。あれは全てを喰らえと命じて、私はその役割に準じるのだ。所詮は己の欲望のみに生きる吸血鬼か。いいだろう、その獣じみた言動。我が悔いをもって悔い改めるがいい。シオン・エルトナムではないな。たたりに飲まれた人間としての魂が、たたりの中で正しく成長した姿か。なんだ、13位の光景にはふさわしい。大変だ、停止。これより侵入個体を分解する。侵入個体を同一元素に変形した最終手術を開始。一応崩壊域に消極を、その結末を記録する。ヘルミスの血液3割、7割この星の結晶化に使用。もはや自我もない。自動的であろうとしたエルトナムの末裔、死に行く前に最後の別れを告げるがいい。私は冥界する。死にたいオシリスの姿。延長を進み、最後のアトラスである。これよりあなたを賢者の石に変換する。
ろ、蓄え奪い尽くした命の生産をここで贖い果てるがいい。ヒーズ、影として消え去るなど言語道断、潔い死な全くの業腹よ。そう、吸血鬼の使徒はこのようなもの。断末魔にのたうち、苦悶をもって世界を裂いてこそ超越者の末路にふさわしい。さらばだ大公衆、かつて蛇でもあった方法よ、先に煉獄で待っているぞ。立ち去らずにいたのはそのためですか。海沿いに私を指名するとは、最後まで迷惑をかけてくれましたね、ネロカオス。けれどその通りです。私もあなたも許されざるを得ない。この決着は落ちゆく先の煉獄で作るとしましょう。